ダビットによる肖像画、エマニュエル・ジョゼフ・シエエス、または、シエエース、シエス、シエエスは、フランスの革命指導者、政治家、聖職者、総裁政府の5人の総裁の一人、第3身分出身、フレジュスにて、超税人の子として生まれる、ドラギニャンのセミナリオで学ぶ、父親の勧めで、聖職者となり、安倍氏エースとも呼ばれる。 1788年ウォルレアン州議会の聖職階級議員となり政治にも関与している。この年に特権論を発表している。1789年1月観光の著書第三身分とは何かにおいてフランスにおける第三身分こそが国民全体の代表に値する存在であると訴え、この言葉がフランス革命の後押しとなった。 1789年6月17日、国民議会を設立した。8月には、貴族の特権が廃止された。CAS は、貴族に保証金を払うべきと提案するが、他の第三身分議員から却下された。フランス革命初期に活躍し、ジャコバン派が権力を握った、恐怖政治の時代には、死刑票に一票を入れるなど筆則して生き延びた。 革命のモグラの異名を持ち、名付けたロベスピエールを非常に恐れ、その恐怖は彼がギロチンのロになった後のセリフからもよくわかる。1795年に公安委員会委員になり、政界に復帰し、国民公会委員長になった。しかし、総裁政府に入るのは拒否した。その後プロイセン全権大使を務め、1799年にフランスに戻った。 総裁政府の末期に総裁の一人に就任。強い政府を樹立するため、軍に人気のあるナポレオンに近づきブルメール18日のクーデターを起こす。クーデターの成功により、臨時統領の一人に就任するが、統領政府を樹立する過程で、軍事力を有するナポレオンに主導権を奪われ、実権のない元老院議長に棚上げされた。 1808年帝国伯爵位を与えられる。CAS エエの母費用征復古により国外追放となるが、7月革命後に帰国した後パリで母しペール・ラシェーズ墓地に埋葬された。1789年のフランス革命後の憲法制定に際して、第二院が大議員と一致するときは無用であり、大議員に反対するならば、それは有害であるとして、 任陰性を批判したとされる。ただし、CAA エエスらがフランス革命期に作った一員制の議会である国民公会は暴走を起こし、性的である少数派を次々に死刑にする恐怖政治を引き起こしている。恐怖政治はテルミドール9日のクーデターにより集結させられ、一陰制の国民公会はわずか3年でなくなり、その後できた共和歴3年憲法では、 恐怖政治への反省から二院制の議会が作られている。共和歴3年憲法制定に際し、CAS は法制審議員と立法議会からなる二院制を提案したが、採用されず、500人委員と元老院からなる二院制が採用された。共和歴8年憲法制定に際し、CAS は五民委員、立法院、 保権元動員からなる参院制の立法府を提案し採用されている。ありがとうございます。